しか来られない場所。時空を遥か彼方から見下ろす場所。お空の上？そうとも言えますが、正確にはもっともっと上の。そんなことはどうでもいい。お前たちにはここで消えてもらう。そして全てをなかったことにする。なんで？それはお前たちがバグに等しい存在だからだ。え？時空のバグってスクエアスのことじゃ。何を言っている。時空のバグはお前たちだ。え？会いたいと思ったのだろう。あえて楽しかった。あえて嬉しかった。そう思ったのだろう。本来なら正しくない時空の交わりで。それのどこが悪いの？あえて嬉しかったならまた会いたいって願っちゃうよ。そんなこともダメなの、スクエアス？ダメに決まっている。そのせいでマールは混乱したのだし、それは正しくない。正しくなきゃいけないの？先ほどから話が堂々巡りだ。それじゃあ。じゃあ私、時空のバグでもいいよ。え？スクエアスの言う正しいとかってそんなに大事？もちろんだ。楽しさ、正しさとはつまりパズルの世界の秩序のこと。それが失われたら世界はどうなるかわからない。どうなるかわからないってことは悪くなるとも限らないでしょ。悪くなるに決まっている。難しいことはわかんないけど、私はみんなと会いたいって思うことの方が全然大事。そんなことは聞いていない。スクエアスだってきっとわかるよ。みんなと仲良くなれば。ありえない。時間の無駄だ。来るならば来い。うん、わかった。行くよ。
トリスだ。やっ、あっちゅテトラコン。やテトラコン。少しは強くなってきたようだな。しかし無駄だ。俺はさらに強い。そしてマールが集めてきた力がある。俺の力はお前たちを消し去ってなお余りある。え、そんな、そんなのわかんないもんね。グググググググ、ハルル、何度でも立ち上がってくるならこっちだって何度でも行くよ。時空のバグは僕たちでいいなんて、アミティは面白いな。何を笑っている？僕ね、実は君の立場もちょっとわかる。いろいろ見てきたからね。そんな風に自らがんじがらめになっている君を見ると何か感じるところがあるよ。ならば。でもダメ。グーグーな、誰も望んでないルールなんて。でーだよ。グーグーグーは正しいとか関係ないんだ。スクエアス、スクエアス、グググググ。なんだ。君はどうしたい？正しいって言葉に縛られない君の言葉を聞きたいよ。マール、え、今私の名前を正しいことをやり遂げる。
それ以外に答えなんかない。ふーん、意地になってるんだ。ぐぐ、どういうセリフだ。君がもう少し素直になれるように。勝負だよ。何回繰り返したところで。リンゴ、そっちに行くよ。うん。Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo.
N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.